今は、熱海のホテルの中にいます。鉄筋の建物の中です。今 Wi-Fi を切りました。で 4G 回線棒が2本立ってますね。あれ、あ、そうだね。で、速度を測ってみます。速度、はい、20、あ、20いかないね。4G 回線、これドコモ系のドコモの 4G 回線、格安 SIM を使ってます。 OCN の格安 SIM です。なかなかスピードが出ません。あ、鉄筋の中だから熱海の、まあ、中腹、まあ、海岸線に割と近い銀座通りの近くのホテルです。 4.4 メガ5メガ弱で、この状態で、YMAX つなげてみます。 YMAX、 あ、今電源入ってるか、あれ消した、あ、電源切れちゃったね。はい、電源入れました。はい、県外では困りますよ。あ、 YMAX もアンテナ2本立ってますね。ここでつなげてみます。YMAX につなげました。いきますよ。それで速度測定しますよ。熱海のホテルの鉄筋の中で YMAX の速度が今ね、現在夜の8時14分ですね。なかなか想定が進みません。さっき何メガワットだったかな。 4G、 うん、そうだね、 4.2。 あー、 YMAX 遅いね。鉄筋の中だとちょっとやっぱ遅くなるね。 2.2。 さあ、まだ測定が終わりません。あー、1メガ切っちゃいました。580。さあ、なかなかいきませんよ。アンテナが今1本しか立ってないから、ここの部分ね、アンテナ1本しか立ってないですね。310800か、これ300か、300だね。なんかなかなかいかない。なんか不審証ですか。ゼロにしちゃったよ。あれ、まあ電波取らないね。ダメだね。アンテナ1本しか行きません。20時15分。ダメです。YMAX、鉄筋の中弱いね。窓からそんなに離れてないんだけど、3メートルぐらいしか離れてませんが。でもダメです。さっき5メガぐらい行ったんですけどね。じゃあ今度はね、ソフトバンク回線だね、大体。クラウドSIMの限界突破 Wi-Fi 行っています。これも 4G 回線だけど、まあ、主に多分ここでもソフトバンク回線、あ、ちょっと切り替えようかな。切り替えますよ。限界突破 Wi-Fi に切り替えました。今切り替えました。もう一回測定してみます。はい、さあ、限界突破 Wi-Fi、まあ、限界突破 Wi-Fi というよりもソフトバンク回線の 4G 回線ですね。1920、早いね。 YMAX はやっぱ鉄筋の中弱いけど 4G 回線は強いね。19メガ、まあ、約20メガ出ました。さっき25、6メガ出てたからいい感じですね。これならまあ普通にインターネットは使えます。今のところやっぱね、鉄筋の中でも固定回線以外の、
線ワイワイなら、まあソフトバンクのワイマックス、あ、ワイマックスじゃない、ソフトバンク系クラウドシムで3社使ってるのか、ソフトバンク系をやっている、まあ無制限系の Wi-Fi がおすすめですね。この結果はね、 WiMAX は今この夜8時20時以降の時間帯で速度が出ません。これ 4G 回線、今8時17分ですが、熱海のホテルの鉄筋の中で22メガ出ました。ね、まあこんな感じですね。さっき格安 SIM のドコモの回線は何メガだったかね、4メガか。まあやっぱソフトバンク回線強いですね。はい、以上です。熱海からのホテル鉄筋の中での中継でした。ではでは、さようなら。